このアイテムは小学生、中学生、高校生の方は使っちゃダメです。私、目代わりじゃなくてもこれは買います。こんにちは、はるです。というわけで、今回は私の秘密アイテムを紹介したいと思うんですけど、これね、ちょっと問題があって、学生さんは使っちゃダメって言われがちなモテアイテムなんですよ。それがシャネルの香水じゃなくて、こちら。ジュライミーっていう韓国のブランドのシャンプーと洗い流さないトリートメントです。これ実はハイブランドの香水と同じ匂いで作られてるっていうので有名なバズりコスメなんですね。これね、実際私購入して使ってみました。そしたらもうめちゃくちゃ良かったのね。パフュームヘアシャンプーっていうシャンプーとノンウォッシュヘアパックですね。洗い流さないヘアパックです。で、トリートメントもあるんだけど、これとこれがセットになってたから、今回はこのセットとこちらの洗い流さないトリートメントを購入しました。このアーバンローズっていうのはね、なんとシャネルの香水に似たように調合された香りなんですよ。で、このメーカーね、ちょっとすごくて、他にもシャネル以外にもね、ディプティックだったりとか、ジョー・マローンだったりとか、マーク・ジェイコブスだったりとか、これね、ちょっと隠す気あるのかな？ランバンとか、ビクトリア・シークレットとかね。いろんなハイブランドの香水に似せたっていうか、かなり調合を近くしたパフュームヘアシャンプーを販売しております。香りの調合のメーカーがもう80何回も香りを作ってかなり近づけたそうなので、めちゃくちゃおすすめです。で、これまあシャネルの香水に似てるよっていうことで作られてるんだけど、実際にそういう高級感のある香りをね、使ってる人じゃないと、ね、信憑性がないと思うんですよ。で、私実際にシャネルの香水2つ持ってて使っております。私結構香水が好きでいろいろ持ってるんですけど、シャネルはこの2つを持っています。で、これはシャネルのマドモアゼルっていう香水に似せた香りなんだけど、頭洗うじゃん。で、このトリートメント使ったら、もう朝頭洗ったらずっと香りが続くの。もう香水つけてる？みたいな聞かれるぐらい香りがすごい続くし、しかもそれがハイブランド系の香水の匂いだから、正直シャンプーの匂いじゃなくて香水の香りがするものだと思ってください。だから小学生、中学生、高校生はこれ使ったら多分学校で怒られます。お前香水つけてるだろって校則に引っかかるぐらいな、もう超いい匂いの香水みたいなシャンプーです。香りの持ちが長いし、シャンプーの香りっていうには香水感が強い。しかもいい匂い。なので今回ちょっとこれをね、大人女子のモテシャンプー、モテトリートメントとしてぜひおすすめしたいなと思ってね、私が実際に Q10 で購入して使ってみております。でね、これがシャンプーはシャンプーで、普通に香り以外にもいい点があってですね、私結構髪の毛の色が落ちやすいタイプなんですよ。ちょっと前に私ね、赤っぽく髪染めたんだけど、すでにね、もう少しずつ落ち始めちゃってるんだけど、これね、シャンプーの成分自体も結構優秀で、まあカラーヘアの色落ち最小化っていう成分だったりとか、あと、脱毛症状の改善に役立つとかね。まあ、韓国食品医薬品所の審査を完了しましたって書いてあるから、まあ、どこぞから出てきた変なシャンプーじゃないっていうのはね、分かっていいかなと思います。あと、界面活性剤っていうのは大体のシャンプーに入ってるんだけどね、化学的な界面活性剤じゃなくて、自然由来の界面活性剤で入ってるということです。だからね、泡立ちは正直一般的な市販のシャンプーに比べてものすごいモコモコ泡立つってわけじゃないですね。どっちかっていうと、美容室で売ってるサロン専売品のシャンプーとかの泡立ちに近いかな。すっごい泡立つってよりは自然な泡立ちぐらいで、色味も透明で完全な色素とか着色料がついてないタイプのシャンプーでした。で、これがちょっと珍しくて、パフュームノンウォッシュヘアパックなんですよ。私最初シャワーで洗い流すタイプのトリートメントを買ったとばっかり勘違いしてて、で、よく見たら使い方がね、シャンプーした後にタオルドライした髪にこれを塗っていくノンウォッシュの洗い流さないタイプのヘアパックでした。ヘアパックで洗い流さないってちょっと珍しいよね。で、出した感じはね、
こういうちょっと半透明のジェルみたいな感じの見た目をしてます。こんな感じなんだけど、でこれをね手で広げてタオルドライしたかにこうやって塗っていくって感じですね。まあ、ちょっと塗っとくか。でこれ塗り終わった後手のひらがねベタベタしないんだよね。あのヘアオイルとかヘアトリートメントのクリーム系を塗った時みたいなベタつき感はないです。サラサラでしょ、わかるかな、テカテカした感じとかがないと思うんだけど。そして3つ目がこちら、これはねパフュームヘアエッセンスです。これとセットで販売してたので今回これを購入しました。これはねクリームみたいになってるからこうやって手に出して広げて毛先に塗っていきます。ちょっとねしっとりして束感が出るかな、オイルよりは結構重ために仕上がる感じですね。で本当に香りがめちゃくちゃ続くんだよね。これ絶対ね高校生の子が朝塗ったら絶対怒られます、やめた方がいい。だからあの休みの日とかちょっとあの好きな子とかのねデートの時とかに使った方がいいです。香水が許されてるタイプの職業の人とかだったらね毎日使えると思う。 OL さんとかでもあれなんかいい匂いする香水何使ってるって聞かれるような感じの香りの広がり方ですね。もはやねシャンプーとかトリートメントって思わない方がいいかも。あーいい匂い。でこれも塗った後ね手がベタベタしないのが特徴です。手に残らないローションタイプのさっぱりさって書いてあるから塗った直後に手がベタつきませんっていうことですね。まあ確かに。で私今ね2個目を買おうか悩んでて、シャネルのマドモアゼルの香りに似せたアーバンローズっていうのを使ってるんだけど、次どうしようかな、ジョーマローン行こうかな。ジョーマローンのイングリッシュペア&フリージアスタイルのサンセットフリージア、これを次狙っております。そちらもね購入したらぜひ、まあ、インスタとかに載せてレビューしようと思うんで、よかったらインスタのフォローもよろしくお願いします。全種類のシャンプー使ってみたいなってぐらいいい香りです。ほんとおすすめ。もうあの9点目代わりは終わっちゃったんだけど、私目代わりじゃなくてもこれは買います。というわけで今回は私が9点で購入した超いい香りのシャネルに似てる香りのシャンプートリートメントを紹介しました。めっちゃおすすめなのでよかったらチェックしてみてください。というわけで今回も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらいいねとチャンネル登録、インスタのフォローもよろしくお願いします。バイバイ。